ピックバイライトコンパートメントディスプレイデジタルピッキングシステムとはデジタル表示器を使用したピッキングシステムで物流における出荷作業を支援するシステムの一つ。デジタルピッキングシステムは和製英語ペーパーレスのピッキングプロセス例にピックバイライトと呼ばれるシステムがある。これはピッキングまたはピッキングリストの代わりにピッキングされる アイテム及びピッキングされる数量がピッキングコンパートメントに直接配置されたコンパートメントディスプレイを介してオーダーピッカーに送信される。デジタルピッキングシステムは棚などに取り付けられたデジタル表示器が点灯したエリアへ移動した後、表示器の指示に従って商品を取り出していく。従来のリストピッキングシステムでは作業員の能力に作業効率が依存したが、 デジタルピッキングシステムは商品に関する知識がない作業員でも素早く正確にピッキング作業を行うことができるため生産性の向上が見込める。物流業務の中で最も重要とされる出荷作業であるが中でも消費者ニーズの変化に伴い複雑化するピッキング作業において従来のピッキングシステムでは顧客の欲しい時に欲しい量だけという要求を満足させながら 利益を出すことが難しくなってきた。そこで、正確さを保持しながら、作業スピードを向上させつつ、作業員の能力に左右されずに、一定の効率化アップを図る目的として、デジタル表示器を用いた、デジタルピッキングが誕生した。デジタルピッキングシステムの元となるピックトライトは、1977年、米国で流通業者向けの軽量コンベアシステムを製造。 販売していたラピスタン社が開発した。1960年に同社と技術提携を結んでいた東洋化熱が、1981年に日本初のデジタルピッキングシステムを開発し、サンリオ、埼玉市民生協に納品。特に生協の共同購入事業において大きな成果を見せ、同社は現在でも生協業界において高いシェア率を誇っている。 1988年に高畑電子が世界初となる5ボタン式デジタルピッキングガイドシステムの商品化に成功。2010年にはアイオイシステムが物流のペーパーレス化を目指しメモリー内蔵の表示画面付き小型ディスプレイスマートタグを製品化。プットツーライトライトリングはスロットコンパートメントを示しますピックバイライト注文ピッキング車両。 デジタルピッキングとはメリットや効果について解説。www.digital-transformation-real.com2020 年10月26日閲覧2019から0231455ピッキングシステムアステミューズ astamuse.com 2020年10月26日閲覧。遠隔事業概要登用化熱、株式会社ソリューション事業本部。www.tksl.co.jp。2020年10月26日閲覧。鈴木ひとし。日本物流学会。第21回ロジスティックス懇話会。世界に見る。物流センター四十年。日本物流学会。 2020年10月26日閲覧。真摯に、ものづくり、大胆にソリューションものづくり山形情報サイト。2020年10月26日閲覧。株式会社、アイオイシステム。東京会社発見連。2020年10月26日閲覧。ありがとうございます。